はい、どうもこんにちは、カジマックです。2022年1月アマゾンファッションタイムセール祭り始まりました。開催期間は1月24日月曜日23時59分まで。エントリーでなんと今回は最大 10% 還元ポイントアップキャンペーン、1万円以上のお買い物で最高5000ポイントゲットできます。ただこれファッションタイムセール祭りですけど、通常商品でも最大 6%、ファッションアイテムのご購入ならさらに 4% ポイントアップで最大 10% 還元で、僕は毎回同じこと言ってるんですけど、ファッション関係の商品 Amazon であんまり買うことがないんで、今回も最大 6% のポイントアップ還元、これを目的に買い物しました。いえいえ、この前 Amazon の初売りセールあったばかりなのに、何か買うものあるのかというと、僕の物欲は無限大です。欲しいものリストの中身ブンブンうなってるものがあります。ただ今回はその中でも基本的にすぐに欲しい実用品ばかり買いました。はい、実用品といってもほとんどがハスラーちゃんにまつわるグッズ。はい、すいません、もうしばらくだけカジマとハスラーも時折挟んでいきますんで、お付き合いいただければと思いますし、デジモノガジェットしか興味がないっていう方、ちゃんとそういった類の動画にはカジマとハスラーというタイトル入れておきますんで、その際はスルーしてくださって大丈夫です。ご自身の見たい動画だけ、よかったらカジマックチャンネルよろしくお願いいたします。ということで始めていきます。2022年1月アマゾンファッションタイムセール祭り、カジマックが買ったもの全部ご紹介スタート。で、まずはとにかくポイントアップキャンペーンエントリーですけど、これはもう最近特にアマゾンのタイムセール祭り内容がわかりやすくなったんで、説明は割愛します。とりあえず1万円買う予定がない方も、ファッション商品買う予定がない方も、とりあえずエントリーしときましょう。1月24日月曜日23時59分まで、もしも合計1万円を超える買い物をした場合、ちょっとでもポイント還元多い方がいいんで、念のためにエントリーお忘れないように。エントリーページのリンク説明欄に貼っときますんで、ぜひチェックしてみてください。で、カジマックが買ったもの、まず1点目はこちら、貝印三徳包丁関孫六茜 165mm を購入しました。はい、これはほんと実用品。うちにある包丁が、確かこの家を買うか買う前かのもので、もう20年前後使ってます。で、最近柄の部分がカタカタいってきたり、ちょっと危険を感じたんで、一本これに買い直します。で、以前にもこの関孫六の、もう少し短いバージョンを購入したんですけど、切れ味なかなか良かったんで、今回 165mm を買いました。で、次、あとはもう、ハスラーちゃんのグッズばかり。エイモンの電源ソケット、ヒューズボックスから電源を取り出すタイプ。これもちょっとまた使いたいものがあったんで、今回1個購入しました。もうこれの購入3つ目になります。またもしかしたら、今後動画でご紹介するかもしれません。で、次。エイモンタイヤストッパー、ロープ付きの輪止め買いました。はい、これもこの前、雪国へ遊びに行った時、タイヤチェーン履こうか履く前か迷った場面があったんですけど、その時にこれ、あ、買っといたらよかったなって思ったものだったんで、今回買ってみました。また車に積んでおきたいと思います。で、次。はい、これはもうほんとついで、ソフト99のウィンドケア、窓拭くピカ、曇り止め強化タイプ。これを1個買ってみました。で、次。プロスタッフの内窓用グローブ、ペンギンの手。はい、これはちょっと前から気になっていて、窓ガラスの隅の方。はい、これわかります？こういった先細りの形状なんで、隅の方が拭きやすいらしくて、これを今回買ってみました。はい、これもちょっと楽しみです。で、同じくプロスタッフの、ホコリ取りモップ、アルパカの首。はい、ちょっとこのシリーズ、ネーミング面白いですよね。これももう説明の必要はないかと思います。車のボディのホコリ取りモップ、今回これも買ってみました。で、次。土屋ヤックの、フューエルリッドホルダー、マグピッタン2。はい、これ何かわかります？車のフューエルキャップにつけることで、給油口の蓋の内側にペタッと、ひっつくようにできるというもの。ちょっと給油の時、蓋を持て余すことがあったんで、今回ちょっとこれを試してみようと思いました。ただこの給油口に関しては、実はちょっと気になってるものがあって、はい、こちら。この給油口の蓋、ガラス製に変えるっていうね。いや、ちょっとそそられてるんですよ。で、ただこれをつけちゃうと、このマグピッタン、共存できそうにないんで、いや、ちょっと迷ったんですけど、一回試してみようと思って買ってみました。で、次。これは賛否あるかと思うんですけど、クレ工業さんの、フューエルシステムスーパーガストリートメント、これを買ってみました。はい、僕の車は、新古車といえど、しばらくどこかに保管されていた、ある意味中古みたいなもんなんで、ちょっと一回こういうものを使っておこうかと思いました。は
はいこれ結構聞く聞かない、いるいらない、あるいは使わない方がいいっていう方、いろんなご意見あるかと思うんですけど、もうこれも完全に僕の自己満で、あと以前仕事に使っていた車、結構長距離走ることが多かったんで、こういうものを入れるとなんかエンジン音も含めて調子良くなったように感じた経験もあったんで、今回とりあえず一回こういうものを入れてみようと思いました。で次最後、はいこれめっちゃ迷ったんですけど、シャークアンテナ、ドルフィンアンテナ、はいこれどっちも正しいんですかね、これを購入しました。でこれに関しては実は僕どっちにしようか迷ったものがあって、その色目グレーかカーボン、僕の車の屋根はガンメタなんで、このグレーで合うのかどうか、いやこれもし合わないならカーボンって言う手もあるんですけど、実は正直ぶっちゃけ僕あんまりカーボン得意ではなくて、できれば似た色グレーがいいかなって思ってたんですけど、ちょっと決めかねた結果ツイッターでアンケートを取りました。もうこれ1時間ぐらいの短期で、それでも58票いただきました。その結果は、はいこれグレーが 16%、 カーボンが 26%。 やっぱりカーボンの方が人気あるんすかね。でつけないという人が 9%。 ただ僕はもう今回つけようと思ってたんで、これに従うということで、はいアンケート結果ケンタッキーに決まったんで、今日はケンタッキーにします。あとグレーかカーボンかちょっと迷った結果、今回僕は、はいこちらグレーを買うことにしました。でもし届いてあまりにも色が合わないようだったら、方法としては塗り直すっていう手もあるかもしれませんし、やっぱりカーボン買うっていう選択肢、それもあるかもしれません。ちょっとそのあたりまだ迷ってるんですけど、とりあえず色目が合うことを祈って今回はグレーを購入しました。ということで以上8点、現在のポイントアップ対象購入金額が13,77 円となりました。はい無事622ポイントゲット達成しました。はいということで、今回ご紹介した商品全部説明欄にリンク貼っときますんで、よかったらチェックしてみてください。はいでこれも毎回言ってるんですけど、ポイントアップキャンペーン1万円分買っても600ポイントなんで、あくまで欲しいものが1万円を超えそうならこういった機会に買い物しておくのがいいかもしれませんけど、無理していろいろ買い物するほどではないと思います。これが Amazon プライムデーとかブラックフライデーとかならまだしも、こういったポイントアップキャンペーン、通常のタイムセール祭りとこのファッションタイムセール祭り、だいたい月2回はやってるんで、あまり無理なさらないように。ただ僕は冒頭でもお話しした通り、物欲止まらないんで、今回も大したものは買ってませんけど、あっという間に1万円超えちゃいました。それも7割8割車関係のものばっかりっていうね。いや僕が勝手に買ってるだけですけど、新しい車買うと結構出費かさみますよね。いやでもまだやりたいこともたくさんあるんで、これから楽しんでいきたいと思います。ということで今回2022年1月 Amazon ファッションタイムセール祭り、ファッション関係のものは1個も買わなかったけど、ポイントアップキャンペーンゲットしましたっていうお話でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。